会場によってはというところでしたが、12位東京ヴェルディと19位の SC 相模原、相模原は勝ち点38で挑むゲームは3対0で東京ヴェルディが勝利というところで、相模原が勝ち点を伸ばせずにこの時点で相模原の19位が確定したと、いうことになります。なので、金沢、群馬、大宮は、残留が決まったということになります。というかヴェルディ終盤良すぎです。このゲームかなりやばかった。佐藤涼河選手もゴールを決めました。そして、森田幸喜選手の動きも良かったですね。あの相模原のペースになりつつあるところもありましたが、東京ヴェルディがもう一回ペースを取り戻して、佐藤涼河選手、深澤選手もゴールを決めて、東京ヴェルディは終盤4戦負けなしで、シーズンを終えるということになっております。なので、SC 相模原が19位を確定と